ちょっとおいくらですか？600円。でプラス100円で唐揚げ2個付き、はい、あーへー、それがデラックスというんですけど、はいはいはい、大盛り上がりました、はい、お店出されて何年ぐらいされてるんですか？今 10年以上になりましたね。あー、そうなんですね。でめちゃめちゃ安いですよね、定食。そう、頑張ってますよ。なかなか今ないですよね、うん、半分はね、自分のため。ほうほうほう。半分は社会のためだな。おお。ちょっとおいくらですか？600円。でプラス100円で唐揚げ2個付き、はい、あーへー、それがデラックスというんですけど、はいはいはい、実はあのマルチ食堂にはね、はい、3つのトリプルミックスがあるのよ。はい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 。チキナンメンチデラックス、うんうん、チキナンハンバーグデラックス、はいはいはい、700円で3種類の料理が楽しめるって、嬉しいですよね。いや嬉しいですね。しかもめちゃくちゃなんだかんだ700円ですからね、それでも、うん、しかもご飯おかわり、そうそう、無料ですよ、食べ放題みたいな。まあ昼も夜も値段一緒だしね。はいはいはい。これは1日の豆腐みたいな。いやいや、昼だけ。あ、お昼だけ、まあ、小鉢のあれですよね、お豆腐。昼だけでこんだけ豆腐使う。仕込みまでスタッフ使ってしまったら、ああ、まあそうですね、人件費で食われちゃうから、はいはい、無理と思うんですよ。あ、そしたらもうバタバタ仕込みいいですね、うん、だからもう朝8時から夜10時半までやってますので、労働時間もね、はい、14時間半ぐらいになっちゃうんですけど、はいはい、フルタイムで。今月はタコライス。タコライス。あれ日替わりみたいな感じですか？月替わり。あ、月替わり。一回やったらもう二度としないから。あ、そうなんですか。月替わり。あ、もうじゃあ十何年されてきて、もう多分何百種類ですか、被らずに。そう、それが大変なの。大変です。毎日考えないで。いや、そうですよね、うん、候補がね、ペッパーチキンライス定食。あ、はい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 。もしくは豚バラニラ玉炒め定食。ああ、いいですね。どっちかやね。提案するのが僕で、はい、実際やるのが嫁です。ああ、そうなんですね、うん。あ、実際最初の方がこういうのどうかなみたいな。うちの嫁さん料理の天才だから、言うたやつね全て作る。あら、すごいですね。あ、じゃあタコライスとかも旦那さんが提案されて、うん、で奥様が実際家で作ってみて。その通りだね。そう、唐揚げだけでも大量でしょ。大量ですね。ずっと肉切ってるは。やっぱりチキン南蛮ですか？チキン南蛮が、うん、なんかあれだね、有名だね、はい、はい。
い。チキナン大盛り上がりました。はい。チキナンバレー町のクリスマス。はい、行きます。はい、いただき。ごちそうさまでした。いらっしゃいませ、どうぞ。レジに先払いです。こちらへどうぞ。塩サバで。塩サバ入ります。塩サバですね。総研番号5番小サバレ町の菊様、お待たせいたしました。デラックス、デラックス、あとでしたね、あの、ちっちゃいじゃん、ハンバーグデラックス、機内がありました。焼肉、はい、焼肉、はい、機内デラックス、はい、お前から佐藤君のお父さんとも来てるから。2つ、はい、1つデラックス、はい、はい、一人か二人しか来ないんだけどね。いやいや、今日は特別ですよ。はい、おかわり、どうぞ。
ぐらいしましょうか。一丁目。一分半でチキン麺2つ上がります。はい。大丈夫ですか。一分でチキバーグデラックス上がります。デラックス上がりました。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。